横山さん、はい、なんか最近レッスンでめちゃくちゃ生徒さんになんかすごいミスさせてるの見かけるんですけど、あれって何なんですかね。ちょっと自分は、はい、生徒さんにわざとミスをさせて、はい、思いっきりあさっての方向にボールを飛ばしてるってことね。そうです、あ、たまにねやるかな。はい、ちょっとまあ動画でせっかくなので自分も学ばせてもらいながら動画にしたいんですけど、まずあれって何の効果があるんですか。うん、たまにわざとミスしてくださいっていう練習をするんだけど、まあ、はい、多分その角源が見た時はあれだね、弾けない人だね。うまく弾けない人に対して弾けるようにするためのわざとミスする練習をちょっとやった。はい、いや最近ちょっとまあ検証しつつ、はい、ちょっと手応えを感じつつもある。お、それも自分にぴったりじゃないですか。あ、まだうまく弾けない。まあまあ完全に弾けてるかっていうとまだかけてるんじゃないかなっていうのは思うので。ああ、いいね。はい、ぜひお願いします。 OK、 ちょっとやってみようね。はい、はい、じゃあ早速ちょっとお願いしたいんです。はい、 OK、 はい、じゃあ最初、まあ、ミスする前に、はいはい、カバケンがどれぐらい社会的な気が今できてるのか、弾けてるのか、はい、っていうのをちょっと見させてください。はい、わかりました。真剣に打ってるよね。はい、集中、マジ真剣。ラストいくよ。はい、今結構低いんよ。はい、わざと低めにちょっと、はい、打ちづらく出してる。はい、OK、じゃあ今からわざとミスしてもらいます。はい、でその後にまたちょっと打ってもらって、はい、まあ、ちょっと今皆さんに後ろから見てもらっていて、はい、どれぐらい皆さんに伝わってるかわからないけど、まあ、角が今若干やっぱりちょっと擦り気味、はい、面をしっかり立ってるけどね。でも下回転打ちってまっすぐじゃないと思う。あ、むしろちょっと上向いてないといけないと思う。はい、でこういうイメージで打たないといけない、はい、ああ、確かに。ってなると上に向けて上に弾きに行く、この感覚が必要になってくる。確かに、はい、なので今からわざとミスしてもらいます。はい、このネットありますね。はい、このネットより上をさらに弾きに行く、さらに上、はい、で、はい、ここってちょっとでも擦ってしまうと絶対に超えないです。ああ、確かに擦れ生まれて沈みますもんね。そう、そう、はい、じゃあちょっと一回試しにやってみましょう。擦って思いっきり上に上げて、はい、見てください、はい、もうこれ限界だと思う。そう、絶対この上に行こうと思ったら、はい、まあ、こうやってつっつく、はい、か上にバーンって弾く、はい、で今はつっついちゃう、はい、まあ、上にこう弾きに、はい、ちょっとやってみましょう。ってことは面は最初から上にちょっと向けて、まあ、このネット超えるぐらいの角度、はい、にして弾いてみましょう。はい、はい、OK、 超えてません。はい、はい、もっとまだちょっと一回俺やってみようか。はい、でこれ皆さん絶対できないね最初。はい、あのうまく弾けてない人にあの上打ってくださいねって言っても絶対できない。はい、お、入れれる人ってわざとミスれる人だと思うんですよ。なるほど。もう上に叩きに行く、斜め上にパーンって叩く、はい、本当に上ですね。うん、で第2段階、今度ちょっと調整します。あのネットめがけて打ちに行く、はい、おー、はいはい、あ、このぐらいだったら、あ、ネットにかかるんだ、はい、あ、ネットにちょうど飛んでいくぐらいだ。じゃあだんだん力加減をちょっとずつ抑えつつ角度もちょっと調整していきます。はい、あー、惜しい、もうちょっとですね、はい、今ちょっと超えすぎた。はい、じゃあもうちょっと角度調整、惜しい、はいはい、もうギリギリですね。 OK、 じゃあさらにちょっと調整しながらちょっと入る。おお、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ調整で入る、はい、していくっていうのが、まあ、この手順、はい、この練習法ですね。正直これ旗から見てたら、
あの指導者頭おかしいんじゃないかっていや思われる。横で見てても何してんだろうって思いますもん、はい、狂ったのかなって思われるかもしれないですけど、結構ね、本当に弾けるようになります。多分目にかなってそうですよ、うん、みんなまず入れることを目的に打ち始める、結果ちょっと擦った方が入りやすいってなるんだと思う。まあそうですね。じゃあ実際ちょっと浮いたボールを打ちに行った時に擦ってしまってポロってミスしたりとか、うまく弾けなくてスピードが出なかったりですね、とってなるので、はい、まずはもう一回ぶっ壊します。はい、パドゲンぶっ壊します。はい、とにかく今は、はい、この卓球台に収めるように入れるっていうことをもう取っ払って、目的はここです。もうあの手で行くんですね。はい、行こう。オーケー。でもギリギリよ。俺さっきテレビに当たってたからね。ああ、本当だ。まだ落ちてるか。あ、いいね。もう本当真上に上げるぐらい。そう。でもまだテレビ行かない。もうギリギリだね。ああ。これ今でも完璧に弾けてると思う。いやでも多分擦ってると思います。擦ってる気がしますか。おお、まだビヨンじゃないもんね。確かに。ちょっと危ないもんね。そうです、失速してるかもね。もうもっと思い切っていいよ。あ、いいね。どうどうどう。で、正直手だけでも飛んでいかないから、ちょっとね、自然と体を遠くに飛ばそうと思うと、右腰をちょっと、うん、使ってあげると上上がりと。あんまりね、これ長時間やりすぎると体が壊すと思う。まあまあ、感覚を使う。ああやったらあの方向に飛んでいくんだなっていうのを、はい、まず分かった上で、はい、分かりました。はい、OK。 じゃあちょっと低くしましょう。はい、あの卓球ネット、高級ネットか、はい、高級ネットの中に直接入れてください。はい、ちょっとさっきよりは前、ちょっとね、微調整。 OK。 これはみんなできるよね。うん、確かに。 OK。 これが多分一番簡単。みんな大体やってくださいって言ったらこうなるよね。はい、はい、オッケー。はい、じゃあ次、こすらずによ、はい、わざとこの中にも入れない、はい、台にも入れない、はい、弾いてこの中に落としてください。はい、はい、これだいぶ力加減が求められる、はい、ちょっと弱かった。あー、飛ばすぎたよ。こすらずじゃね。で、微調整、微調整。ちょっと待ってぶっ壊れたね。ぶっ壊れました。いい意味で、いい意味で。そうそう、もうだいぶ力もう優しく。 OK。 OK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 。 はい、 OK。 はい、これでもうだいたい強弱が完成しました。確かに。でもこんなボール台に入れたら打たれかねないね。はい、なのであとは角度調整と強弱のちょっと強め。はい、おお、オッケー。はい、ここからはもうビフォーアフターですよ。はい、はい、じゃあ多少力強いボールで入れてみてください。はい、多分最初入らないけど、はい、5球から10球以内にだんだん入るようになると思います。なるほど。あとはそのピッチ合わせ、ああもうちょっと角度立てた方がいいな、はい、あ、もうちょっと強い方がいいな、優しい方がいいな、やってみましょう。はい、もう結構厳しく低く出します。はい、惜しい。今強すぎる。そう、おお、そうそう、結構低いよ。あ、低い、うん、これ弾けな、試合で弾けにいかないんだけど、うん、あ、でも意外と近いじゃないですね。なんかね、加減が分かるようになるというか。はい、はい、確かに、うん、こ
こで遠くに飛ばしたりコントロールして落としたりとか、はい、そういう角度を微調整しながら力加減も強弱を考えながら打ってるとうまくいくようになるんや。確かに。だからこれサーブもそうなんや、はい、ロングサーブうまく出せない人って多分たくさんいるよ。いますね。うまく出せないというか厳しく出せない、はい、いいロングサーブ、はいはい、だから俺最近わざとロングサーブオーバーさせてって言うんだよ。はいはいはい。かつてロングサーブオーバーミスさせてオーバーミス。ああ、これ結構みんなできない。オーバー、わざとオーバーミスしてくださいって言ったら、はいって言って、あれ？ってなるよ。はい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 、はい。ロングサーブがうまく出せない人って。はい。だからわざと最近、バーンってミス、もう飛ばせるだけ飛ばしていいですよって言って。はい、はい、はいはい。あとはちょっとずつ、飛ばす感覚を先に身につけて、はい、ちょっとずつ距離を、じゃあもうちょっともうちょっともうちょっと縮めていくと、最終的に、あ、これぐらいか。ロングサーブ、いいロングサーブなんだって、はい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 、分かってくる、はい、飛ばして飛ばして、みんな最初短くいってそこから長くなって、で途中からもう伸びなくなるよ、はいはいはい、もうちょっと行きたいのに、あれもちょっとオーバーするの怖いみたいな、うん、そう、はい、もうまずミスの練習、はい、ガンガンオーバーミスしていく、はい、そこからちょっとずつ距離を縮めて最終的にいいロングサーブが出せるようになるっていうのも、これある程度継承済みです、はい、なるほど、はい、で、これが全員に間違いなく言えることではないと思います。まあそうですね。そこはちょっと指導する側が、あ、この子はそういうタイプだな、うまくボール飛ばせてないなっていう人に対してやってあげたいとして、はい、もしかしたら狂う可能性も、まあそうですね、決めてる練習なんで特にこの子の練習なんて余計に狂いそうです。やりすぎはよくない、はい、でもちょっとやって感覚を見つけるっていう意味ではすごくいいのかな。うん、大学であんまりとらわれすぎない。コメントにも多いですね。下回転のチャンスボールがうまく打てないですみたいな、こすっちゃうで、うん、どうしたらいいですかみたいな。だからチャンスボールなんかもね、チャンスボールバーン来たらオーバーミスする人ってなっちゃう、うん、はい、じゃあわざとネットミスしてください、はい、危ないでしょ。危ない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 超えちゃうよ、はい、わざとネットミスしようと思ったらできる人はもうする必要ない。あれ思ったよ、ポイントかからなかったみたいな人はちょっとやった方がいいかな、はい、確かに。なのでミスイコールダメではなく、はい、ミスをうまく利用した、はい、最終的に相手のコートに入れるっていうのは、はい、すごく必要なことなんじゃないかなと、そうです、最近感じております。はい、はい、ということで皆さん、良ければ、はい、周りの目が気にならない方は、はいはい、ぜひやってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。はい。